立憲民主党議員が衝撃の暴露。この党は活動家に乗っ取られている。かネットではない。内容はこちら。立憲民主党議員の衝撃の暴露が話題のようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。立憲民主党は、重要法案の対応で迷走している。外国人の送還や収容のルールを見直す入管難民法改正案では、与党から修正協議で譲歩を引き出しながらも、執行部が反対を決め、交渉役の議員の努力が無に帰した。立民が法案対応を決めるために開いた会合では、出席者から不十分だ、支援団体に顔向けできない、など、修正に反対する意見が続出。執行部は27日、修正を蹴って反対する方針を正式決定し、結局、修正は反映されずに法案は同意を通過した。普段、顔も出さない議員ばかりが来て、的外れな反対論をまくし立てた。政治家なら、一歩でも前に進めることを選ぶべきじゃないか。会合に出席した議員は憤る。反対論者の多くは旧社会党系だったとして、この党は活動家に乗っ取られていると嘆いた。みんな知ってる。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。活動家に乗っ取られている。知ってた。周知の事実。今頃気づいたの。今更定期。元から活動家の集まりだろお前ら。民主党の頃からずっとだろ。国民からすれば周知の事実ですよね。次はこちら。最初からそいつらが本体だろ。なんでそんなことも知らねえんだよ。この党は活動家に乗っ取られている。わらわらわら。この発言をした議員は活動家の氏名を公表すべし。知ってたという内容ではあるんだけど、立民内部からこういう声が出たという事実はとても大きい。立憲民主党議員がその事実に気がついたことはかなり大きいかもしれませんね。次はこちら。散々言われていることだろ。立憲を旧社会党系の赤が牛耳っていると。顔ぶれを見ればわかる話です。乗っ取られているというよりは、もともと活動家の方が本体でしょうに。立憲民主で活動家以外の議員が思いつかない。元社民党の辻元清美があんなでかい顔できてるのが何よりの証拠。責めんといて。そういうことです。最後はこちら。本当いらない政党になりつつありますね、立民は。もう立憲民主党なんて相手にするだけ時間の無駄だわな。与党と維新、国民民主党の間で修正協議してどんどん採決すればよろしい。選挙で負けたのに誰も責任取らないから打ち毛羽が始まる。立憲、崩壊へまた一歩前進。立憲民主党の存在意義はもはや皆無ですよ。結論。今回立憲民主党の中からこの党は活動家に乗っ取られているとの声が出たことは、立憲民主党にとって大きなことだと思います。何せそのことに気づいたことで、党内に紛れ込む活動家の排除を行えるチャンスが訪れるのですから。立憲民主党は党内にはびこる全ての活動家を排除し、少しでも真っ当な政党に変わるべきです。それができないのであれば、立憲民主党はこのまま時代から淘汰されるだけだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。